インズはゆんです。今日はこれの一つ前の動画かな、韓国チキンを食べる動画を出したんですけど、実はねその時に寄り道をして新大久保で買えるね韓国のお洋服を何着か買ってきたので、その購入品を紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。ヒミコ、なんかさ最近めちゃくちゃ寒くなってきて、朝ねお布団から出れなくて起きれないのが悩みです。はい、ってことでまず2店舗でねお洋服を買ったんですけど、まずじゃあこっちから紹介していこうと思います。じゃあまず1着目、実はもう着ちゃってるんですけど、こちらじゃじゃーん、この赤と黄色のストライプボーダーになっているお洋服を買いました。これ左腕だけねこうやって黒になってて、ここにアウトかな、バッターアウトって書いてある。多分なんかたまにはこういう奇抜な服とかも1枚あってもいいのかなって思って買ったんですけど、なんか実はね紹介する前にバンビくんと一緒にやってるバンユンチャンネルで一回着たらね、コメント欄にユンちゃんプーさんみたいって書かれたり、マクドナルドかよってコメントを見つけてね、あ確かに黄色と赤だからそう見えないこともないなって思っちゃったじゃんかまあそれからねもうプーさんにしか見えなくて、もうだって耳つけたらプーさんだよこれ、ほらプーさんやん、これおそろコーデじゃん、プーさんとおそろコーデしちゃった、知らぬ間に。そういえばねキヌちゃんに教えてもらったプーと大人になった僕、映画がねちょっと前にやってたんですけど、あれめちゃくちゃ面白かった、教えてくれたキヌちゃんありがとう。次はねマネージャーのリホさんがめちゃくちゃ漫画にハマっていた春待つ僕らっていうね映画がもうすぐ上映されるみたいなので、次はそれを楽しみにしてます。あ最近はベノムが面白かったよみんな。はい、またね脱線してしまいましたが、次はこちら、じゃじゃーん、赤とブラウンのチェック柄のね結構丈長めでタイトめのチェックワンピを買いました。これはもうなんかただただ一目惚れして買ったんですけど、中もねこう違う生地が使われてて風を通さないようになってるので、一回試着してね着てみたんですけど、めっちゃあったかかったです。でどうせならこの中にね着るインナーになる服を買おうと思って買ったのがこちら、じゃじゃーん、こうシンプルな薄めのニットに見えるんですけど、こう袖にね薄い黄色のラインが縦にずーって入ってて、手元の袖はこんな感じでフリフリになってるデザインになってます。でこの袖がねこう広めになってるので手首がね細く見えるデザインになってます。こういうシンプルな服持っとくといっぱい着回しできたりするので、結構こういうのはよく買います。でこちらとこちらを着てみると、はいこんな感じになってます。ここら辺とかもね結構細身なデザインになってるから着膨れして見えないのがいいなって思います。丈はこんぐらい、膝が隠れて足首が出るので、なんかショートブーツとかあとはもうがっつり足首出してパンプスとか合わせると可愛いのかなって思います。めっちゃねなんか着ただけでレトロで可愛い印象になれる。で同じお店でこちらこういう黒のねキャスケットも買ったんですけど、こう浅めになっててつばも短めで、素材がね何より可愛いと思って買ったんですけど、こういう冬っぽい素材のねキャスケット珍しいなって思って買いました。するとこんな感じです、うん、帽子めちゃくちゃ好きだからねこういうのすぐ集めちゃう、かわいい。次はこちらで買ったお洋服を紹介します。まずはこちら、じゃじゃん、こんな感じのロングスカートを買ったんですけど、リボンにできる緑チェックのねベルトがついてて、こうやってねグレーブラウン緑チェックって生地がね違うスカートになってるんですけど、それが可愛いなって思って買いました。履いてみるとこんな感じです。リボンがうまくできない、うまく結べる方法があったら教えてください。これさスカートのね裾が可愛いんですよ、見えるかな、後ろがちょっと長くて前がこう短くなってるデザインだからね、なんか歩くたんびにチラチラ足首が見える感じがすごいね可愛いと思う。広がってるねデザインになってるんですけど、腰にこのリボンのベルトがついてるので、ここでねウエストをキュッてしてくれるからスタイルがよく見える、うんめちゃくちゃ可愛い。でラストがこちら、じゃん、グレーのねニットを買いました。このね真ん中にあるリボンがとっても可愛い、こんなパールとかついちゃったりして可愛いな。
これね、後ろも可愛くてこういう形になってます。だからね、前も後ろも首周りをね、すっきりさせてくれるので、結構華奢な感じな大人っぽい印象になれるんじゃないかなって思って買いました。着てみるとこんな感じです。思ってたより結構腕とかもね、キュッてなってるデザインだった。うん、可愛い。このリボンとかパールとか結構ガーリーなポイントもあるので、大人っぽくなりすぎなくていいかなって思います。はい、ってことでユンがね、新大久保で買ってきた購入品は以上になります。新大久保は日本の韓国とも呼ばれてるぐらい、美味しいいろんな韓国料理とか韓国の服とかコスメとかもね、いっぱい売ってるので、よかったら皆さんも行ってみてください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション、バイバーイ。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃ、またね。